縁のスツバメの巣のスープツバメの巣が採取される。タイのシマツバメの巣は、アナツバメ類のうちジャワアナツバメなど数種の巣である。関東料理の高級食材とされる。自然のホラー穴に作られた巣現在は、RC 作りの建物にアナツバメを誘致して、巣を採取している。アナツバメ類はアマツバメムやマツバメ科に分類され、東南アジア沿岸に生息する。アマツバメ科は、極端に、 空中生活に適応したグループであり、繁殖期を除いてほとんど地表に降りることはない。睡眠も飛翔しながら取ると言われるほどである。素材も地表から集めるのではなく、空気中に漂っている鳥の羽毛などの陣害を集め、これを唾液栓からの分泌物で固めて皿状の巣を作る。中でも穴つばめ類の一部は空中から採集した素材をほとんど使わず、ほぼ全体が 大液腺の分泌物でできた巣を作る。海藻と大液を混ぜて作った巣という属説は正しく、なく、海藻は、基本的には含まれない。アマツバメ科の鳥は一見、スズメメツバメ科のツバメなどに似た姿をしているが、むしろヨタカやハチドリに縁が近く、日本のツバメとはかなり縁の遠い系統群の鳥である。アナツバメの巣は、海岸近くの断崖に作られるが、 断崖絶壁などに巣を作る習性の鳥は、しばしば鉄筋コンクリート製の建造物の増加した近代的な都市を、本来の映像環境に禁じした環境と受け止めて、巣作りを行う。はやぶさや、超原坊の例が著名であるが、アナツバメ類にもこうした傾向が見られる。近年では、このような修正を利用して、東南アジア諸国の鉄筋コンクリート製建造物の 窓を開け離して、天然の洞窟に似せた環境を整え、集団映像置を作らせることができるようになり、市場への供給量が増した。東南アジア各国は、アナツバメを保護するため、生息地への立ち入りを制限し、巣を採取する時期、方法などを厳重に管理している。アナツバメは、ヒナが巣立ちしてしまうと同じ巣を利用することはないため、アナツバメが放棄した巣を採取している。 おスは次の発情期になれば、また唾液腺から特殊な分泌物を吐き出して新たに巣を作る。断崖絶壁における採取作業は非常に危険が伴う作業である。現は多いせの茶余客話にはよく訓練した猿に布袋を背負わせて採取したと記されている。日本で人家の軒先などに一般的に見られるツバメの巣は唾液だけでなく泥や枯れ草によって作られるので。 食用には適さないが、穴つばめの巣は世界中で高い人気を誇る食材となっており、スープの具やデザートの素材や飾り付けとして用いられる。中華料理の中でも特に、関東料理で利用される。元清民発頃に中華世界に知られるようになり、新代になると、フカヒレや星アワビと並ぶ高級中華食材として、珍重されるようになった。縁の巣が出る縁石は、 塩菜石と呼ばれ、満貫全石に次いで格式の高い塩石となっている。2013年、中国政府は、高規粛清の一環として、接待の塩石に高級料理を用いることを禁じた。この際、高級食材の例として、フカヒレと共に、ツバメの巣が上がるなど、21世紀の現代においても、贅沢品の代表格であることが伺える。日本においても、江戸時代初期の料理書、 料理物語に、ツバメスという名で記載されており、吸い物や刺身の妻として用いられていた。日本では蒸気の通り生産されておらず、公易によって輸入されたものであり、中国同様に貴重な食材である。独特のゼリー状の食感が特徴である。タンパク質と多糖類が結合したムチンが主成分であり、タンパク質と共に糖質の一種であるシアル酸を多く含んでいる。 また、インターロイキンマイナス6や上皮成長因子、繊維目細胞成長因子様のサイトカインが多種、含まれることが近年分かってきた。古くから美容と健康に良いとされている、漢方食材であり、真の生態孔も連日食したと伝えられている。巣によって、羽毛などの素材を比較的多く含むものから、全くと言っていいほど含まないものまで差がある。 混ざり物などが少なく作られて間もないものが重宝され、高値がつきやすい。調理に際しては、湯で柔らかく戻してから、ピンセットなどで丁寧に羽毛などを除去する。中国では、古くから赤いツバメの巣が珍重されてきた。現在においても、赤い巣、オレンジ色の巣は高価で取引される傾向があるため、顧客の好みの色に着色して出荷する生産者も、珍しくない。 赤やオレンジに発色する原因は岩石からの鉄分や壁土などの色素を含むからとも発酵の結果によるともされる。ただし、こういった赤やオレンジの巣には人体に有害なアショウ酸塩が多く含まれるという調査報告が出ている。アショウ酸塩は水溶性なので水で洗い流すことができるが、天然、着色を問わず赤やオレンジの色素もなくなってしまう。見た目の立派さが 価格に影響することもあり、乾燥した巣の表面に糊を塗布して、外観を整える手法も広く行われている。水に溶いた巣のほか、海藻、豚皮、ラード、植物樹脂などが糊として用いられるケースがある。白さを強調するために薬品によって漂白された塩の巣は、独特の匂いがなくなっていたり、薄くなっている。2017年8月8日放映のテレビ番組、 名医とつながる。たけしの家庭の医学では、太陽国南部でビルを穴つばめをすにしている様子が放映された。フカヒ禁止の後期粛清、二十兆円、中国接待文化を変えるか。産経新聞社、http コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp、msn.com、ワールド、ニュース、十三万千二百十六 CHN13 兆1216億1322万 5N に HTM2014 年5月28日閲覧。メカニズムスオブエディブルバード、エスネストエクストラクト、インドストプロリフェレーションオブヒューマンアジッポセ、ディライブドステムセルズ香港食品安全センター。ナイトライトインバード、エスネスト。2013年3月17日閲覧。ありがとうございます。